この車の、コンセプトで、乗って楽しいと、それとハイブリッドならではの、ファン楽しさ、まあ、その2つを目標にして、まあ、乗って楽しいということで言うとやっぱり運転して楽しいということで、そこで言うと、まあミニの、キビキビした楽しさ、そこを1つ、大きな目標にして、やってきました。一つはミニでしょう。それと、まあ、シロックも変わりましたけど、その中で、まあ、ちょっと違うんですけども、ロータスエリーゼっていうのを変えました。そういった意味ではロータスエリーゼっていう車は、まあ、ホンダの人、まあ、この車を開発したメンバー含めて非常にいいインパクトを与えてくれた車だと思います。まずはハンドリングで意のままに走れると、意のままに車を操れると、そういったところで EPS の性能をいろいろと研究してまいります。それと車そのものの性能を支える車体の剛性、これについては、まあ、基本はインサイトをベースにしてますけれども、そのインサイトの基本骨格をベースにシビックの、タイプレベルの、車体剛性を作り上げるというところを目指して、開発してきました。で、そういった車を、今度はやっぱり現地で、まあ、ヨーロッパの、あらゆる路面で、テストを、走って、意のままに走れるかどうかの確認、それを、プロトタイプごとに、何度も、現地に来て走って確認をしています。まあ、チームもですね、いろいろなそのお客さんをまあ研究していく中で、やはりその車を持つ存在感とか、まあ、コンセプトにもありますように、まあ、人に自慢できる、そういう価値を持った車、まあ、デザインであり IMA でありハイブリッドであり、そのパフォーマンスであり、人に自慢できるようなその価値を持った車と考える。とても楽しい、気持ちのいい車になったと思っています。